なんかおひげを伸ばしてらっしゃる。あの、うん、当番がだいぶ空いてるんで、はい、当番の間は剃らないと決めてる。あ、そうなんだ。当番の前日剃るんで。へえ、そんな感覚してるんだ。一応一応どうですか、みきちゃん、ちょっとおひげ見てみて。初めて見ました。あの、この中で白い肌に、あの、いいと思いますよ。ありがとうございます。可愛らしいお顔してるから、ちょっとギャップがまたね。はい、ギャップがいいと思います。生やすつもりはないんですけど、はい、当番もあるので、はい、はい、じゃあタップ伸ばしていただいて、次の当番に備えていただくということになりますが、そんなね、最近おひげを生やしてらっしゃる新之助投手、イケメンコンテスト、はい、10位までにランクインされました。おめでとうございます。ああいうランキングやっぱちょっと気にしてるんですか。答えると思わなかったんで。本当に練習してない。本当に、はい、知らないですか。本当ですか。でもベスト3を見たときどう思いました、平成の。いや、もう勝てないです。勝てない、勝てないです。ほう、なんでですか。いや、もうかっこいいっすね。かっこよかった。かっこいいし、僕みたいに足太くないんで。そんなこと。やっぱ太いな、やっぱ。ありがとうございます。今何センチぐらいあるんですか。70いかないぐらいです。じゃあウエストとか近いぐらいだよね。 あなたがもちろん細いよ。だよね。ね、うん、見てください。あんまり変なこと言わんとですよ。あんまり変なこと言わんとです。セクハラになるね。そうね、そう、ステージ上で訴えられる。そうです、思いますよね。ちなみに平成の部門トップ3誰だか知ってますか。じゃあ長谷川さんと、はい、純喜さんと、はい、じゃないですか。あともう一人誰でしたっけ。周平選手です。そうですよ、あの人ですか。はい。この周平選手の3ベスト3にランキングされたっていうのはわりかしサプライズ的な要素もあったと思うんですけど、どう思ってました。いいと思いますよ。そこはいい。かっこいいですからね。かっこいい、はい、そうですよね。お世話になってるしね。かわいがってきたんですね、はい、あとどうですか、その平成の4位から10位を見たときにご自身があったのと、もう一つ、はい、我々ね、シンプルに驚いたんですけど、はい、アルモンテって平成生まれなんだ。そうですね、僕もびっくりしました。びっくりした。なんかある意味アルモンテとカーツ、ダークホース現れる。なんか乗ってきましたね。それでは帰ります。帰ります。あ、いやいや、帰る。もうしばらく喋ってもらいますね。